どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、ということで今回やってきました。はい、今日はですね、福岡県のこれ佐原市でいいんですかね、佐原市にやってきました。ちょっと違ったらごめんなさい。今回のお店なんですけれども、博多めんちゃんこ亭藤崎本店さんにやってまいりました。ちゃんこ鍋と麺が、まあ、合体したような、まあ、あの料理があるらしいんですけど、まあ、相撲部屋から生まれた、まあ、お相撲選手ね、いっぱいちゃんこ鍋食べます。その相撲部屋で生まれたのがこちらの、まあ、あの麺ちゃんこと言われている麺の鍋焼き料理みたいな感じなんですけども、なんとこちらに今回激辛メニューがあるということで私やってまいりました。そちらのメニューがですね、チゲ味噌めちゃんこ鍋みたいな、なんかね、あのハバネロを使った、鍋らしいんで、ちょっとやばいそうな、匂いがしますけれども、早速調査していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。福岡県博多の地で生まれためんちゃんこ。今から約30年前、店主と親交の深かった第53代横綱琴桜の稽古場で食べたちゃんこの味に感動し、この味をもっと広めたいと誕生したのが、麺をちゃんこのスープで丁寧に煮込んだ麺ちゃんこ。10種類以上の素材を使い、天然だしのうまさが詰まったスープとそのスープが絡むように開発されたコシのある麺。このスタイルが評判を生み、今では博多のソウルフードとも呼ばれるようになりました。超鬼辛チゲ味噌麺ちゃんこには激辛唐辛子で知られるハバネロを使用。その他、油揚げや餅、もやしなど10種類以上の具材がトッピングされています。さあ、お手並み拝見。はい、こちらが来ました。超鬼辛チゲ味噌麺ちゃんこということで、はい、これハバネロを主張してます。ハバネロの香りがふわっと漂いますけども、さあ、いかほどの辛さのものか早速食べていきましょう。いただきます。さあ、チゲ味噌麺ちゃんこ超鬼辛お手並み拝見ですよということで、さあ、まずはね、勢いよくスープをすすっていきましょう。いただきます。出汁が効いてますね。麺がもちもち、野菜もいっぱい入ってますからね。もやし、ニラ、キャベツ、麺は 1.5 盛りにしました。麺には珍しい餅、餅ね。これ鍋だからね、冷めづらいんですよね。唐辛子も入ってます。ちょっと麺食べ終わっちゃったんで、替え玉か、替え玉しこうかな。うまいわ、麺進むわ。おー、来ました、こちらが。ちょっと麺を、買いました今回、はい、この中華麺っぽい感じにしたんですけども、じゃあちょっと第2ラウンドということで、はい、いただきます。こっちも合いますね。熱っ。
はい、麺と具材を食べ終わったね。残りスープ、スープとこの唐辛子、はい、ラストスパートで追い込みます。じゃあラストね、行こう。いきます。ごちそうさまでした。初めて麺ちゃんこってこれ食べましたけど、美味しいですね。野菜もいっぱいたくさん摂取できますし、ラーメンとはちょっと違った感じですね。辛さはまあハバネロ使ってると言ってますが、まあハバネロはそんなに入ってないような感じだったんですけども、まあね、最後まで美味しく、食べれたかなと思います。とそれでは辛さレベルの発表していきましょう。博多麺ちゃんこ亭藤崎本店さんの超鬼辛チゲ味噌麺ちゃんこ、辛さレベルじゃららららじゃん、辛さレベル4です。4になりますと、具沢山で普通に美味しかったですね。まあ野菜もたっぷり入ってますし、冬とかにもね温まる、ラーメンですしね、非常に美味しく進めたのではないでしょうか。ということで、博多のソウルフードみたいなんでね、ぜひ博多に寄ったらこちらの麺ちゃんこ召し上がってみてはいかがでしょうか。ということでね、本日も行きましょうか。お便りコーナーということでね、ちょっとよくわからないコメントが来てるんで、ちょっと紹介していきたいかなと思います。ペンネームひまわりさん、箸の持ち方が綺麗ですね。そしてレンゲと丼を持つ左手がかっこいいです。上腕も魅力的です。体鍛えてますかと、うん、右手はかっこよくないの？右手はかっこよくない？どうなの？変わんねえだろ。2つ目、ペンネームタックワットさん、富士屋という激辛店のいちごのタルトという難敵に挑戦していただきたいですと。これスイーツだろ。